はいどうも、ブラックパンダです。今回は前回の終わりにちょろっと言いましたけど、このパナソニックレッツノートの PD 化に挑戦してみたいと思います。はい、その改造にあたって今回使用するのが、こちらになります。これは何かと言いますと、シンクパッド X220 で使用する、まあ、これも PD 化にする改造モッドなんですけれども、これ間違えて2つ発注してしまったので、今回このレッツノートの方に先に使用してみようと思います。で、このレッツノートの元々の電源コネクターがこちらになります。よく見ると結構大きさや形も似ているので、まあ、少し加工は必要になると思いますけれども、まあ、なんとか使用できるんじゃないかなと思って、今回これを使うことにしました。USB PD とは最大 100W の電力を USB-C を使って、まあ、急速充電できますよっていうような規格ですね。ちなみに PD とはパワーデリバリーの略です。次に PD 化にするメリットなんですが、身の回りにあるデバイス、まあ、このノートパソコン、スマホ、あとゲーム機なんかを全て PD に対応させることで、持ち歩くアダプターを一つにまとめることができるということです。あと PD 対応のモバイルバッテリーを持っていると、外出先でも、まあ、このノートパソコンのバッテリーが切れた時に対応可能になるということですね。次にちょっと PD 対応のアダプターをお見せしますね。それがこちらになります。PD と書いてあるのですごく分かりやすいですね。このアダプターで 5V、9V、12V、15V、あと 20V が各 3A ずつまで出力できるようになります。こちら 61W 用で購入してきました。これぐらいの出力がね、あると、まあ、ほとんどのデバイスに対応できるかなと思います。こちらが USB PD 給電に対応したケーブルになります。はい、では早速始めていこうと思うんですが、一つ問題がありまして、こちら X220 用なんで 20V 出力なんですよね。パナソニックレッツノートは 16V なんで、これを高圧仕上げる必要があります。それでこいつを使います。高圧モジュール、極小型のやつですね。これを間に組み込んで、今回はなんとかやっていこうと思います。今回やることをざっくり説明しますと、入ってきた 20V をこの基板を使って 16V に高圧、そして、給電するんですが、ここのコネクターの形がね、少し違うんですよね。ここを付け替えてやる必要がありますね。この緑の線はおそらくデータ通信で、まあ、使わないと思うんで、もう切っちゃいます。はい、というわけでもう緑の線はぶった切って、簡単に形を作ってみました。この状態で一旦動作確認をしてみたいと思います。はい、それでは電圧を確認してみましょう。こちら入ってきた 20V を、まあ、高圧は先ほど調整したんで大丈夫だと思うんですが、こちら、コネクタ側はちゃんと16になってますね。 OK ですね。はい、電圧の確認もできたので一旦取り外しして加工を開始していきたいと思います。まあ、こんな感じでね、ざっくりとやってます。まあ、入れば大丈夫なんでね、まあまあ大体でいけるでしょう。まあ、ちょっと削りすぎてね、割れちゃったとことかあるんですけど、まあ見えなくなるんで大丈夫でしょう。はい、うまく閉まったんですが、こちら USB-C の穴がね、ちょっと外装に埋まっちゃってるので、これも削ってなんとかしていきます。ここちょっとアタッチメントをミスってまして、ここ鉄部分だったんで全然削れなくてね、ちょっと、イライラしてました。はい、しっかり外装を削って USB-C の穴が丸めになりました。はい、これはですね、基板側につけるコネクターにちょっと電線を伸ばしてつけているところですね。後でつけるんですけど、高圧モジュールの場所がね、
ちょっと限られてくるので、それをつけるためにちょっと電線を伸ばした感じになります。はい、こんな感じで横にちょっと折り曲げて裏の方に電線を伸ばしてみました。はい、高圧モジュールはこの辺に設置することにします。ここ以外だと外装に当たっちゃうので閉まらないんですよね。まあ、ここが一番ベストだと思います。はい、ここにね USB-C 側のコネクターも取り付けたので、あとは組み込んで配線をちゃんと収めていくだけですね。はい、それでは組み立てが終わりましたのでちょっと見てみましょうか。変な開きなんかもなく、まあ、結構うまいこと収めることできたんじゃないんでしょうかね。まあ、僕が言うのもなんですけど、まあ、このチャンネルでは一番まともに仕上がったんじゃないんでしょうか。それでは動作確認してみましょう。はい、ケーブルを挿しましたが、ちゃんと充電ランプが点灯しましたね。それでは電源を入れてみましょう。はい、電源ランプつきましたね。普通に起動 OK ですね。一応組み立てる前にバッテリーを抜いた状態でも動作確認したんですが、この PD からの給電のみでも問題なくパソコン動いてたので、このまま使っても大丈夫そうですね。はい、それではね、今回 PD 化に成功ということで動画は以上になります。次回は、まあ、冒頭にもねちょろっと言って、まあ、バレてると思うんですが、 X220 のね改造をちょっと本格的にやっていこうと思いますので、よければねご覧ください。ありがとうございました。